というわけでやってまいりました。皆さんどうもこんにちは、くちゃねえと言います。よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、ガシャ更新が来ましたね、復刻ガシャのね3つがやってきましたということでございましてね、あのサムネイルを見たらね、今日の本題はね、あのこのガシャなんですけどちょっとねずれているということでね、まあ、早速ねそれぞれの、何ですかモデルビュアーをね見ていこうかなと思うぜ。おお、ドゥフということでございまして、以上のねモデルビュアーでございましたけれども、本題はですねこのコードじゃなくてガシャも来ましたけれども、こちらをご覧ください。ちょっと今この部分あの多分拡大今してると思うんですけれども、それぞれのですねガシャがですね、復刻ガシャが今回ですね1月31日の11時59分までということでございまして、普段であればですね14時59分までなんですよね。あの15時が基本的にガシャ更新というふうになっておりますので、普段であれば14時59分まででガシャで、15時からガシャ更新ですよというふうなのを変えてるんですけれども、今回のですねこの復刻ガシャっていうのが31日の11時59分までということなので、つまりはですね31日の12時から月末の限定ガシャが来るということになるのかなと思いますね。まあ、そのメンテナンスとかあって12時からちょっと15時までメンテナンスしますよとかだと、まあもう早めに連絡すると思うんですよ。もうだってね今週の話なので、あの早めにその情報をね出してくれるので、それもメンテがないということであれば、12時にガシャ更新を行って、なんか15時から大きいイベントやるのかなと。まあそのなんだイベントは1個あると思うんですよね。なんだグルーブかな、カーニバルか、カーニバルじゃない、グルーブかパレード、グルーブかもグルーブかな、あると思うんですけれども、まあ、それ以外何か大きいことやるのかなと。15時に大きいことやるから12時にガシャ更新を行うのか、それともなんかあの異例なことをするのか、なんか突然フェス宣言をしたりするかもしれないですし、まあただシルエットをね今回月末の限定の子たちのシルエットを出してるので、まあ先にそれを来るのかなということで、まあ、僕の予想ではまあ12時にガシャ更新を行って、で15時からイベントとかかなを細かいことを出していくのかなとは思いますね。まあ、どうしたいのかな、全然わかんないですよね。どうなのどうなんでしょうかね。まあだからガシャだけ12時にすると思うんですよね。わざわざね、ただ12時にずらす理由がわからないんで、これから全部12時にしますということなのか、だからこれの月末の終わった後ね、工場の更新の日の時にまた11時59分になっていれば、もうこれからはねガシャ更新はまあ12時からっていうふうになるんですけども、たまにねあるんですよね、まあ、年末とか結構ねフェス芸の時とか結構年末に、まあ、12時に出しますみたいなのありましたけれども、まあ、この辺のね微妙な月にはねなかなかなかったと思うんですよね。まあ、去年とかをねあの見てみたら普通に15時からだったので、まあ今回だけかなというふうなのは思いますね。まあ12時になったらちょっとそれはそれで困りますよね。まあ、なんかその15時の楽しみが結構あるので、12時って結構早いじゃないですか、お昼ご飯の時とかなんでなかなかね大変だと思うので、僕はねあの今回だけの12時なのかなとは思います。ということで、なんだっけ、無料ガシャとか納税をねそれぞれね1回ずつ引いて、今日の動画はこれで終わろうかな。無料ガシャこれかな、相葉ちゃん欲しいからちょっとこれ引きます。ほい、嘘やろめちゃくちゃ重かった今、刺繍ついてるやん。お、フェスゲンじゃないですか、フェスゲンじゃねえよあれじゃないですか、オバローじゃないですか、やった限定や、相葉ちゃんじゃない方出たけども、やった、ありがとうございます。オバロー僕あれな、あこれ7秒近くでてか強いって言ってた、お前ちょっと喋ってたかもしれない、申し訳ない。お、アスカさんじゃないですか、7秒中核のオバロですよね、これそうですよね、これ強いやつじゃないですか僕オバロそうか、パッションの7秒中核とキュートの7秒中核持ってるけど、クールの 7秒中核まだ持ってないから十分ありが、普通にありがたいありがとうございます。無事にね出ました、まさかの限定が出ました、やったやった。ちょせっかくならノーゼも引こうかな。ほいほい、まあまあまあそりゃそうでしょうね、まあまあそうなるでしょう。ほいほいほい、いやびっくりした、なんかすげえ重かったもんなまさかまさかそういう動画じゃなかったのにそういう意味で動画撮ってないのにな、これ おまけとして撮ってたのに、ちょっとこれもノーゼ引きましょう。おまけとしてガシャ引いたら出ちゃったな、まあいいか
まあいいや、こういうこともあるよ。やった、嬉しい。やっぱ無料ガシャ来てるね。単発ってね結構来るんですよね最近ね。納税、やっぱ納税、やはりね、第1回第1回ノロさんのね、なんだっけ、しん、まあ、なんだっけあのね、フェスゲンのね、大会の納税をね、いただきもましたのでやっぱり納税の力は強いということで、納税じゃなかったけどもね単発の力なかなかね持っているなということでございまして、ちょっとね最後にちょっとハプニングというかあ、嬉しいサプライズがありましたけれども、まあこんな感じでね、まあ今日のね言いたかったことは、明日じゃないわ、31日のガシャ更新は12時からになるのかなと思いますので、まあこの無料ガシャですね、無料ガシャのタイミングがねちょっとずれてくると思うので、まあ要注意ですね。この復刻ガシャを引きたい場合は12時までに引いて、で限定ガシャを引きたい場合は12時以降に引くということで、15時からではないので、ああこっち引いとけばよかったっていうふうなことがないようにね、一応ね、まあ12時から来るのかわからないんですけどもね、なんだこっちを引く場合はもう早めにね12時までに引いといた方がいいのかなと思います。ということでちょっとびっくりしちゃった何も出なく終わる予定やったからちょっとびっくりしたんで、終わります。さよなら。